どうも皆さん、コンキキ、今日もアニメレビューの時間だよ。今、秋葉原は空きテナントだらけになってるらしいで。あそこら辺家賃が高いんだよね。一時期は、海外の観光者の人たちのおかげで、いろいろと賑わってたイメージだけど、今はそれもなさそうだし。なんかコロナ前はインハウンドって、どこもかしこも言っとったよな。中国の人の爆買いってニュースにもなってたよね。そういうのもなくなって、コロナが流行って、いろいろと厳しくなってるのかもね。オタクの街は一体どうなっていくんやろうな。そんなわけで、今日のレビューはこちら、骸骨騎士様。ただいま異世界へお出かけ中だよ。なるおですか？うん、この作品はみんなが大好きな小説家になるおで連載していた作品だよ。なろうなろうか、もうちょっとみんなも飽きとるんやない？それは否めないね。海外でもこの手の作品の人気が落ちてきてるし、一時期のブームはなくなってきてる感じがある。結局、異世界よれつえハーレムやからな。この作品、ものすごくテンプレ感もあるんだ。主人公は、ふと気づくと、ゲームのキャラクターの姿と、スキルやステータスそのままに異世界に来てしまう。はいはい、ベッタベタやな。なぜ異世界に来てしまったのか、元の世界に戻ろうとかそういうことは、主人公は一切考えない。くさ、一番先に考えることやろ。状況把握能力が異様にすごいのは、この手の作品の特徴でもあるし、あんまり新鮮味のある設定はないんだ。どこかで見たことのある設定でしかない。この作品だからこその要素は少なそうやな。主人公は、設定したアバターのせいもあって、鎧を脱ぐと骸骨姿なんだ。このあたりも、既視感のある設定ではある。オーバーロ。主人公がこの世界に来たる前に、どんな仕事をしてたのかとか、家族はいたのかとか、年齢はいくつくらいなのかとか、そういうのも一切描かれない。気になるところやけどな。そういう突っ込みどころはかなり生まれてるんだけど、この作品、かなり割り切った作りになってる。ほ。主人公は、基本的に明るく前向きで、やってきてしまった異世界をゲームのように捉えて、自身の骸骨な姿もロールプレイで乗り切ろうとしてる。なるほど、自分自身で設定を考えて異世界をゲーム感覚で生き抜こうとしとるんやな。なんかこう魔王を倒すとか勇者が出てくるみたいなストーリーじゃないんだ。主人公はあくまで思いつくまま流されるままお金を稼ぐためにクエストをこなし、目の前で襲われてる人がいれば助ける。シンプルやな。感情的というかすごくノリが軽いんだ。セクシーな表現や戦闘シーンのややグロテスクな表現もあるんだけど、基本的にはコメディで、主人公はこの世界をゲームのように楽しんでる。ほ。あくまで部外者、あくまで蚊帳の外、異世界をゲームのように捉えるからこそ、出会うウェルフや獣人にテンションが上がり、この世界を楽しんでる感じなんだ。明るい作品なんやな。女性キャラは多いけどハーレム的要素もないし、出てくる悪役も生成し、今での悪役なんだ。女性を襲うし、傷つけるし、ゲスな行動やセリフのオンパレード、わかりやすい悪役をバッタバッタと倒していく爽快さみたいなのがありそうやな。簡単に言えば、水戸黄門的な感じなんだよね。悪さをしてる奴らがいて、そんな奴らを、主人公であるアークがバッサバッサと切り倒す。わかりやすい。主人公であるアークは、魔法やスキルは、チート級でステータスもすごい、装備もすごい、だけど、宝といって最強ではない。お、ちょっと珍しい感じやな。技術と経験がないんだよね。だから、戦闘経験のある歴戦の猛者には、手も出ないレベルで、ボコボコにされたりもする。お、面白いやん。そんな強者から、主人公は、学ぶ姿勢があるんだ。自身のスキルや魔法の凄さは分かってる。でも低姿勢に歴戦の猛者に学ぶ意欲があって、この手のチート主人公にありがちな生きり感や不快感がない。主人公に負の感情が湧かないのは大切やな。うん、主人公の好感度が一定に保たれてるんだ。私たち視聴者と同じ目線でこの世界を楽しみ、前向きに生きている彼に好感が持てて、サクサク進むストーリーがお手軽な面白さにつながってる。ええやん。ただ問題点は同じことの繰り返しなんだよね。水戸黄門もそんな感じやからな。序盤からずっと捕まってるエルフとかアジンを助けるみたいな展開が続くんだ。この世界ではエルフやアジンがひどくて奴隷のように扱われてて、そんな彼らを出会ったエルフやアジンに依頼されて助ける、そういう展開がずっと続いちゃう。我がワンパターンなんやな。一応主人公が助けてる裏側で王族のゴタゴタも描かれたりはするんだけど、あくまでそこはメインのストーリーにはならない。主人公が助けた人物がお姫様だったり、主人公が倒した魔物が実は王族が絡んでたりとかだけど、主人公はそれを知らない。あくまでも主人公は人助けしとるだけで、自らの意志で王族のゴタゴタを何とかしようとはせえへんのやな。主人公の骸骨の姿も実は呪いらしくて、その呪いを何とかしようという話もあるんだけど、そこはあまり進まない。1クールに多様なことの繰り返しになってしまってるのは少し残念なところではあるんだ。なんかこうあんま衝撃的な展開とか気をてらった展開にはならへんのやな。いい意味でも悪い意味でもずっと平坦な感じなんだよね。言い方は悪いけど薄味ではある。ここから王族のゴタゴタが本格的になったり、主人公の呪いがどうにかなるかもしれないっていう展開にはなりそうだけど、1クールでは序章で終わってる。
それも、この体の作品ではありがちやな。続きは、原作、あったら2期でって感じなんやな。すごく、手堅く無難に作られてはいるんだ。名作じゃないし、佳作と言える感じでもない。でも、片手間に見れるような手軽な作品で、決して悪くないんだ。あくまでも悪くないとマリアと。娯楽に徹底した面白さがあるといえばあるんだけど、この作品だからこその面白さや味が出てくる前に終わっちゃったような感じなんだ。ちょっともったいないですね。90年代のロードムービーのラノベファンタジーっぽさを感じる部分もあるんだ。それだけに、もう少しストーリーが進めば、2クールくらいでガッツリ描かれれば、この薄味感も薄れたかもしれないね。2期があれば期待かもしれへんな。ではまた次回。じゃん。